こんにちは、岸です。今回はですね、ちょっと告知といいますかですね、この度ですね、ハイスペックゴルフさんの方で、コーチに教わるといったね、新しい企画の方をね、撮影してきたわけです。はい。で、今回ですね、僕は生徒役です。はい、今回、習ってきた先生ですね、増田哲人先生でございます。皆さんもね、いろいろ雑誌とかね、出されてる方なんで、まあ、有名人ではございます。で、僕がやっぱりちょっとね、気になってた部分っていうのは、もう自分の中でもやっぱり、こう、アプローチとかですね、まあ、パターンもそうなんですけど、ちょっと小技の部分に対して、まだちょっと自分の中に、もう疑問とかね、やっぱりこう、ネックになる部分、ね、ざっくりとかトップとかね、まあ、トップはあんまないんですけど、ざっくりっていうね、まあ、ちょっと自分の苦手な部分っていうのも、どうしてもね、なんかこの、まあ、40過ぎてですね、先生をやっているとですね、なかなかよそにね、こう、教えていただくっていう機会がないと。ね、今回はですね、まあ、自分もですね、まあ、初心に帰って、実際でも44なんですけど、まあ、50になるとやっぱシニアとかね、ちょっとチャレンジしてみたいなっていう気持ちもありまして、今回はですね、いい、機会をいただいて、そういうね、先生が、先生に習うと言ったね。まあちょっと自分の中でもね、やっぱりどうしてもプライドとかそういうのがね、あるっていう部分も、脱ぎきれない。まあちょっと最初は困惑しながらもですね、いろいろチャレンジしたいなという気持ちの方がやっぱ勝ったわけですね。はい。久々にですね、やっぱり習う、ね、教えるっていうことがまあ日々ずっと続いてるんですけど、習うっていうね、その気持ちの中でも、やはりね、難しさを、自分でも体感してきたことによってですね、まあ自分の、まあこう、レッスンをね、していく技術の方も、どんどん上がっていくんではないかなと。まあ初心に本当に変えないといけないと、ね、まあ本当思ったわけですよ。いろいろアプローチ。まあ今ね、ちょっとお伝えできることとしてはですね、まあ、本当に僕ね、アングル重視のやっぱゴルフをしてたんで、どうしてもアプローチをする時のアングルもね、ちょっと大きくなってたなと。なんとなくは分かってたんだけど、やっぱ指摘されないとね、なかなか、まあ頑固なわけですよ。もう体がね。で、やっぱり下ってるね、面に対しての、やっぱアプローチなんかがどうしてもこう、ちょっと早く起き上がるっていうか、まあ角度のせいですよね。斜面に逆らってるような状況で、まあヘッドを入れていくわけですから、どうしても入りにくいと。ね。まあなんだろう、V の中ではね、やっぱり少し失敗をしている部分も、もう完全に、映してもらってます。はい。結構やっぱ苦手な部分ね。18ホールあれば1回ぐらいやっぱり、どっかのタイミングで失敗してしまうと。まあ、メンタル的な部分もあるし、まあ、一回ね、アプローチのイップスにもね、かかったこともあるんで、まあ、未だにね、その、後を引いてくると。ね、まあ、イップス投げればね、プロゴルファーもうちょっと頑張って目指してたよと。まあ、皆さんね、やっぱプロになれなかったとか、やっぱコーチやってる人の中でもね、そういう気持ちのある人も多いんではないでしょうか。ね、まあ、それも恥ずかしいなっていう気持ちをね、威張って隠すんではなくてね、もう皆さんの気持ちと一緒です。本当にうまくいかないものはうまくいってない時は多いと。ね。あとはまあベストスコア、今まで66がベストなんですけど、増田哲人コーチはですね、プロがですね、61だと。全然追いつけてないぞと。じゃあ僕にもまだまだね、もう61目指せるチャンスがあるんじゃないかと思ったわけですね。もっといい強化をしていきたいと。セオリーとしては、まあ、簡単にね、普通に、やっぱり打ち方とかを教えてきているわけですけど、まあ、話を聞くと、もっとプロ的な要素がものすごい入ってると。だからもう、寄らない場所がないんじゃないかっていうような打ち方がいっぱいあるってことですね。ただ、僕もその中で、球の高さとか、ヒットする強さとか、やっぱり握りの感覚とか、やはりね、なんかちょっと考え方はいろいろあるんだなっていうのはもう本当思い知らされましたね。本当力入ってたなとかね。で、やっぱり僕はやっぱりちょっと傾き多いんで、本当ね、下りの時はもうこっち傾いてもいいよって言われちゃってね。で、こっち傾いてハンドレイトでフェイスまま開いた感じで、インパクトしたら、キュッとこう、
L 字のようにこう上げていくと。こう。こうまだね、ちょっと理解力が足りてはないんですけど、まあ、何曲かね、ちょっとやってみてうまくいってるっていうかね。だから、まあ、本当に L 字になるわけではないと。L 字になるわけではないんだけど、やっぱクラブを長く低くこう出そうとすると体が突っ込んでるなっていうのがやっぱ下りの斜面によって、まあ、僕は生じてたんですね。だからやっぱり球足が伸びちゃって全然寄らないと、もしくは、届かないと思って出したクラブがもうちょっと届きすぎちゃってざっくりしちゃうとかね、そういうもっとねこうボールにコンタクトがうまくできてないなっていうのはやはりやっぱプロのね、プロの方のうまいアプローチを見せていただいて、それはすごく感じましたね。でもそんなに、まあ、うまく打てる逆にねプロも少ないと思いますね。本当にね無難な打ち方ってやっぱりね あるんですよ。しっかりちょっとハンドファーストしてターンするような動きとかね、もう実際僕はまあその競技に出てない方に関してはそんなに、いろんな難しいアプローチをするっていうのはおすすめしないです。なぜなら、まあ、そういうなんかものすごい速くてどうしても止まらないようなシチュエーションっていうのがねあんまりないんですよね。難しいことをすれば、まあ、技に溺れるじゃないですけど、マスタープロのやっぱ技術っていうのは高等技術なんですよね、本当。なのでそういうシチュエーションっていうかね、もう高速グリーンだったり向こうに下ってるグリーンだったり、もうカラーから3ヤードしかないとかね、まあ、本当にどういうシチュエーションでも多分寄せれる打ち方です、うん、ただまあめちゃくちゃ難しいですね、はい、これを一からやろうと思えばまあどういうふうに伝えればいいかって今のところはまだ僕にも分かってないんです。ただまあ自分をまああれね経験、自分のね体で経験していくことによってまあその伝える表現とかっていろいろまたちょっと変わってくるんじゃないかなと思いながら今はね本当チャレンジさせてもらっています。難しいです、本当に。今のが L 字には多分打ってる方はイメージはあるんだけど見てる方にはまあ伝わんないだろうなと。本当にね、なんだろうな、アプローチをされる姿っていうのがもうボールを結構綺麗に打ち抜いていくっていうか、本当にね、まあある意味薄くボールを捉えていくと、あまりザクっていう感じじゃないですね。バウンスはうまく使えてるし、そんなに吊り下げてるわけでもないし、まあ実際ねレッスンをしていただいたんですけど、本当そういう動きとかねうまさを見てもらえればわかると思います。うんね、もう朝はもうガッチガチでしたね、僕もね。さすがにやっぱり、緊張しましたね、そういうシチュエーション。ね、まあぜひね、まあ、ちょっとアプローチ、ものすごいヒントになる方もいるでしょうし、ものすごいわけが分かんなくなる方もいると思います。うん、まあそういうのをね、まあ、自分なりに僕は落とし込んで、もうちょっとこう、分かりやすい打ち方。表現、まあ、ないのかもしれないしあるのかもしれないんですけど、まあその辺ねいろいろ悩みながら、お伝えできればなと。うん、いや僕もまだね選手したいんですよね、うん、選手の気持ちは選手にならないと分かんないこともあるし、コーチとしてまあその高等向けの教えれる環境とかね、そういう選手との依頼とかそういうのがない限りそこまで悩む必要性がない内容ではあるんですよ。だからね難しい本当に。まあどんどんね僕がもうこれを手に入れればかなり強強になれると思うんでね、実際どんなライからでもどんな状況からでももっと本当に力を抜いてですねアプローチとかパターンとかできる、まあ、ちょっとね今なんかいろいろそこでね学んだことをちょっと理解しながら少しはなんか簡単にアプローチができてんじゃないかなと今は思っておりますね。まあウェッジの方もそうだしパッティングもすごかったんですよ、うん、なんかもう自分のパッドは、
僕はうまいと思っているんですが、まだまだね奥が深いなと。もうちょっとこうなんだろう、いざとなった時にガツンってやってしまわないようなパッティング、それもねなんかちょっと教わったようなね、教われてないような、いろいろあると思うんで、ね、皆さんも、まあ、ちょっと本当にねこう悩むこともいっぱいあると思うんですけどね、まあ、コーチも一緒ですよ、ね、チャレンジしないコーチもダメだし、自分のね技術を過信してるのも良くないと。で、習う方の気持ちもやっぱりたまにはこう分かっていかないと、まあ一方的にねやっぱりガツガツやったなっていう反省点もちょっとあります。この分からない気持ちっていうのもね、ちょっと一つ噛み締めながら、今後のね、レッスンにつなげていきたいと思っております。まあ僕はですねもう本当マンツーマンのレッスンしかほぼしないんで、皆さんのねその意見を聞きながら、どんどんこう伝えていくのが、一つスタイルになってます。で、まあ、なんかあんまりねスクールとかしないですね。本当嫌いって言ったらおかしいんですけど、まあ、たくさんでやったってなかなか伝わるもんじゃないと、ね、その個人に対してのやっぱりご意見をねいただける機会をねマスタープロにいただいたんで、その気持ちもねまた改めて、認識して、まあ、プライベートレッスンだけをね頑張ってやっていきたいと、思っておりますね。皆さんもねあのこの山田スタジオにね遊びに来れる方、ぜひねあのレッスンしに来ていただければ、個人のね悩み、どんどん聞いていけると思いますのでよろしくお願いします。今日はこういったところで、ハイスペックゴルフ近々公開だと思います。僕もね思いっきりミスしてますけど、もうミスを見せないと、あのいいとこだけね見せたって何も習えないし、もうミスすることによって得るものも多いと。はい、もう恥も何も投げ捨ててですね、この、企画にもね参加しましたので、ぜひ皆さん見てくださいね。僕のチャンネルにもね増田さん出てくれるかな、出てきてほしいです。ご案内できるように、ちょっと、交渉してみますのでお楽しみに。岸でした。いやー難しい、こっちへ傾いて L L L でございます。 L が違う、こうだ、こうみたいな。